が出し切る感じがいいでしたちょっとラッキーでした、本当に。あそこでももう、はまることもなくというか、そうですね、一回ちょっと落ち着いてから、ラッキーの方が強かったわ、いやいや、菅田さん来たちと予想外やって、結構、ジャンで、やっぱり一番楽なところ打ったんで、余裕があったんでしょ。結構ちょっとスタート牽制になって、そうです、どうするかな。僕も超不安だったんで、結局もう前受けと変わらんような感じになってもたんで、でもうちょっとなんかこの分かりづらかったんですけど、展開が、やっぱり前々一挙ったらやっぱええことがあるなと思って、ちょっとジャン踏みました。体調どうですか、初日、2日、よくない、今日の方がやっぱ軽いですね、ちょっと疲れも抜けてきて、準決勝楽しみですよね、これね。そうですね、相手強化されるから、やっぱり一応動く出るんかな。そうそう、もう強い人ほどやっぱり僕はちょっと思える方なんで、できればやっぱり SS の人とかと当たりたいですね。確かに今、深谷山ちゃんと、そうですね、トップですもんね、今は本当に。やっぱり自分の、今現時点でやっぱり相当差がいたんで、やっぱり、やっぱ一緒に走ってみて、やっぱりちょっと体験したいなと思って。一つ上のステージというかね。そうですね、はい、ピンピンとくれた。結構何回も準決勝がちょっと一つのね伊豆の準決勝ね、悪いんで、まして四国の地元地の開催だからね。そうですね、あ、いけるとこか挑戦する、はい